お。おーちゃん、電柵気をつけないとビリビリだよ。はい、もっと離れよう。人ともがいっぱいおるね。なんとしてるね。まだ帰りましてるよ、ね。すごいちっちゃいカエル。じゃあもうすぐ栗を拾いに来れるよ。ねえ。暑いね、でも。もうちょっと抱っこするでね。カカシがいないからね。またカカシのあるところで取ろうね。こちらが一塁側、智弁和歌山の投球練習場、背番号1の中西が準備を始めています。その智弁和歌山、4回の表の攻撃は9番、攻守が光るショートの大西から。
選手権の決勝としては史上初めてとなった智弁対決、これを制したのは智弁和歌山でした。9対2で奈良の智弁学園を破って21年ぶり3回目の優勝、頂点を目指した智弁学園届きませんでした。散歩行かないモードね。えまだ家の前出たばっかりなんだけど、もう暑いよ。7時間回ったら早いとこ行くよ。風吹いてるんで今日はまだ嫌なの。タコないよね。もみじしたからいいな。どうすんの？家入る。はい。